こんにちは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、ビットコインですけれどもね、価格をね、大きく、高騰させている今展開になっているんですけれども、今現在ですね、45万3000円あたりに、落ち着いているんですけれども、一時最高値はですね、今日の、午前5時半頃ですね、45万7000円まで、つけています。もう今年のですね1月の高値でした。4万5000円あたりね、そのあたりを一気にね抜ける展開になっていましたね。ずっとねレンジ相場がこう続いていたんですけれども、前回の高騰からねレンジ相場続いていましたが、今回ね上抜けるというような、大きく抜けていくというような形になっています。でこのままですね、その44万6000円あたりの、ね、ラインっていうのをこう下回らず、こう価格を、維持することができればですね、もうトレンド転換になるという可能性がすごく高いとも言われていますので、やっぱりこのあたりしっかり、ね、つけていくと、2月の、上昇基調に入るという、ね、あの流れを継続していますので、ここも期待したいところでもありますけれどもね、本当に仮想通貨、そのビットコインだけじゃなくて、アルトコインも全体的に上がってきていますので、やはりそこはね久しぶりね、やっぱオールグリーンな、相場を見ると気持ちいいもんですね。イーサリアムもねすごく値段上げていますし、それは、多分そのコンスタンティノープル控えていますので、そのあたりも意識されているのかなと思います。仮にもしこの後動きがあるとすると、コンスタンティノープルの直前あたりにイーサリアムの値段がね変わってくる可能性は高いですので、この辺りもちょっとね情報をしっかりとキャッチしながら意識していきたいところですね。はい。何はともあれですね、ビットコイン価格しっかりとね、上昇基調に入っていくのかなというふうに感じてるんですけれども、次にですね意識されるラインっていうのがね、47万円あたりになってきそうだというところですので、このあたりですね、でも45万8000円方も意識されているような感じがしますので、ここをしっかりね、上抜けて、いってほしいところですね。今全体的にねチャートの方見ていっても、ね、しっかりとね、上ってきている、形になっていますのでね、はい、このままどうやって、やって、抜けていくか、そのあたりも、しっかりと、ね、見定めていきたいと思います。さあ、私は今日これからウェディングエーソンに、ね、行ってきますので、しっかりと頑張ってまいります。はい。さあ、それでは共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。